そう、あのね、最近ラボメンがすごく増えたんだよ。クリスちゃんでしょ、萌香さん、ルカくん、ペリスちゃん、それと、もう引っ越しちゃっていないけど、スズさん。8人だよ。すごいね。最初は、オカリンとマユシンの2人だけだったのにね。ラボができたばっかりの頃はね、オカリンはあんまり面白そうじゃなかったけど、最近はね、とっても楽しそうなんだよ。そんなオカリンを見てるとね、マユシーも嬉しくなって、ニコニコできるの。それにね、賑やかだとウキウキしてくるし、特にクリスちゃんはね、アメリカの有名な本に論文が載ったりして、とっても頭がいいんだよ。マユシーは憧れちゃうのです。タイムマシンだって作っちゃうぐらいなんだから。あ、これはオカリンとダル君も一緒に作ってたけどね。でもね、たまに思うんだ。最初、マユシーが押しかけて、ラボに二人きりだった時のこと。学校が終わってラボに行くとね、オカリンはいないの。でね、お部屋の片付けしたり、可愛い小物を飾り付けたりしてるうちに、オカリンが少し遅れてやってきて、マユシーがお帰りって言うと、オカリンはただいまとは言わなくて、ご苦労って偉そうに答えてた。その後は毎日2時間ぐらい二人でぼんやり過ごして、一緒に電車でお家に帰るの。その2時間はね、会話なんてほとんどなくて、でもただそこにいるっていう感じで。二人で並んでソファーに座って、オカリンはラボの作戦計画書みたいなのを書いてて、マユシーは漫画読んだりゲームしたりして、たまに思い出したようにね、一緒にお菓子を食べてた。とてもゆっくり、優しく時間が流れてて、それでもいいかなーなんて思ったり、まるでマユシーは、本当に人質になっちゃったみたいだなぁとか、ふと思って、一人でえへへーって笑ったり。オカリンは、ニコニコしてるマユシーを見てね、こう言うの。何かいいことでもあったのか？うん、あのね、いいことはなかったけど、あったよ。そうか、幻想を見たのだな。それはもしかすると機関の幹部の一人、通称イリュージョンコンダクターからの攻撃である可能性がある。そっか、じゃあ気をつけなきゃ。でもね、きっとそのイリュージョンコダクさんっていう人は、コダクさんではない、コンダクターだ。その人はきっと悪い人じゃないと思うな。それはマユシーにはすごく心地よくて、なんだか泣きそうなくらい嬉しくて。
このままずっと続いてほしいなって思ってた。あ、今の賑やかさが嫌ってわけじゃないんだよ。最近ね、オカリンと話す時間ちょっと減っちゃった。だからね、マユシーは寂しくなっちゃったのかもしれないね。でもね、オカリンの重荷にはなりたくないんだ。マユシーはいつもいつもオカリンに迷惑かけてばっかりだからね、おばあちゃん。いつまでもこのままじゃいられないよね。このままでいい。お？オカリンだー！あ、すごいね！どうしてここにいるってわかったの？人質がどこにいるのか、俺は常に把握しているのだ。人質…だからお前は俺の手からは逃れられん。絶対にだ。そっか。でもね、あんまり無理したらダメだよ。マユシーはね、ちょっぴり心配なのです。お前に心配されるほどこの鳳凰院教馬はやわではないのだ。マユリ、話せる時が来たら全て話す。だから、それまでお前は何も変わらずにいてくれ。うん。オカリン、帰ろう。帰る前に団子を食べるんだろ。岡部か。生きてたか。
そっか、ここだとあんたと会っちゃう可能性があること忘れてた。何をしていたんだ？考え事。そうか。邪魔になっているようだから、俺はもう行く。あ、うん。おい、雨が降ってきてるぞ。え？あ、うん。って、うわっ！夕立ちを甘く見たな。もっと早く忠告してよ。おかげで下着までびしょ濡れじゃない。右に同じく。この暗さに助けられたな、助手よ。どういう意味？もしラジカンが営業していたら、今頃お前のあられもない姿が多くの人間の前にあらわにされていただろう。あ、あんたも変態だってこと。自分から下着までびしょ濡れだと申告しておいてよく言う。これ以上口聞かないで。下着の色とかよくも妄想したな。許さないから。妄想などしてない。冷えるか。だから脱いで乾かせて。ふざけないで。変態の手に引っかかるもんか。誰もそんなこと言ってないだろう。少し落ち着け。ま、たとえ服を脱いだとしても、この暗さだから案ずることはない。お前の貧相なヌード姿は、誰にも見られることは。それ以上喋ると、あんたの大脳新皮質をポン酢につけて、高級料亭で提供してやるんだから。すまん。夕立ならすぐにやむわよね。それまで待つか。あっ、なんで横に。なんで。喋るなと言ったのはお前だ、クリスティーナ。あんまり近くに来ないでよ。今ぐらいの距離が限界だから。これ以上離れるとは言わないけど、これ以上近づいたら押し返すからな。
ち見んな。バカな、この暗さでは俺がどこを見ているかなどわからないはず。やっぱり見てたのか。うん、屋上から避難したときにどこかに引っ掛けたか。何？何の話？いや、上着の肩口が破れかけていた。岡部ってドジっ子だったの？俺はマッドサイエンティスト属性であって、ドジっ子属性など持っていない。はいはい。ほら、貸しなさいよ。何？ちょうどソーイングセット持ってるから縫ってやると言っている。ソーイングセットだと？お前が？悪いか。実験大好きっ子のくせにそんな家庭的なものを？実験大好きっ子であると同時に家庭的な女の子かもしれないじゃない。家庭的な女の子なのか？相対的に見れば家庭的かもね。といっても日本の女子高生の家庭的女の子指数がどれくらいか知らないけど。濡れてるから針が通りにくいな。本当に偶然持っていたのか？しつこい。そんなに私がソーイングセット持ってたら悪いの？悪いとは言っていないが、まるで狙ったかのようだったからな。つまりあんたが服を破ってしまうのを見越してあらかじめ用意していたって言ってもらいたいんですね。わかります。そんなわけあるか。それと勘違いしないでほしいんだけど、別に好きで縫ってあげてるわけじゃないんだからね。出たな、ツンデレセリフ。茶化すな。あんたが偶然服を破って、私は偶然ソーイングセットを持っていた。だから縫ってあげている。それだけ。偶然ね。まさかお前タイムリープしているということはない。つまりあんたが服を破ってしまったからタイムリープして事前にソーイングセットを用意したって言ってもらいたいんですね。わかります。そんなわけあるか。そんなわけあるか。大事なことなので2回言いました。アンダースタン？確かに。わざわざタイムリープして対策を練るならば、ソーイングセットではなくタオルを用意しておくのが先だからな。何それ、皮肉？文句ばっかり。ほら。ありがとう。あ、うん。出来については暗くて確認できないけど、もし仮に出来が悪くても私の腕のせいじゃない。この暗さのせいよ、きっと。ちなみに糸の色についても何が出るかお楽しみに。色もランダムなのか。黒か赤かピンク、確率は1/3。せめてピンクが出ないように祈ろう。寒いか。まあね。俺の上着を羽織るか。それだって濡れてるでしょ。まあそうだが。結論は出た？
はあ、まだ悩んでるの？あんたって真由里のこと好きなんでしょ？何？ただの錯覚かもしれないけど、私の心の中に奇妙な記憶というかデジャブみたいなものがある。そこではあんたはマユリを助けようと必死になってて、一人で傷つきながらそれでも前に突き進もうとしてるの。そんな岡部が私に相談をしてきて、そのひたむきに頑張ってる姿を見て、私も力になってあげたいと思ったり。別にあんたを助けたいって思ったわけじゃないからな。私はあくまでマユリを助けたいだけであって。とにかく私にはなぜかそんな錯覚が記憶のように残ってる。自己分析してみたけど、夢で見たものを現実と思い込んでるのか、単なる願望か、それぐらいの結論しか出なかった。ただこれだけははっきりしてる。あんたはマユリを助けるべきなのよ。怖くないのか？なんだか廃墟に迷い込んだみたい。まるで世界中の電源が切られて、私たちだけ取り残されたみたい。ふと、もしあんたがベータ世界線に行ったとする、みんなも一斉にそっちに移動するとしたら、私だけは移動できない。私だけが取り残される。そしたら世界中がこの場所みたいになっちゃうのかな。所詮これも仮説の一つだけど。俺はお前も救う。マユリだけじゃなくてお前も。できもしないこと言わなくていい。怖くないかってさっき聞いた。怖いに決まってるでしょ。自分が消えるかもしれない、自分だけが取り残されるかもしれない、あるいはあんただけがこの世界線からいなくなるかもしれない。誰もあんたがいなくなったことを認識してない世界がずっと続いていて、私は何事もなかったかのようにアメリカに かもしれない。そんないろんな可能性を考えて、その度に絶望的な気分になる。でもだからマユリを見殺しにしろなんて言えると思う？クリス、もうなんか寒いな。濡れてる服着てる青年、ったくダメだ、こんなの全然論理的じゃない。仮説にすらなってない、全部根拠のない妄想。こんなしょうもない妄想を垂れ流す脳の機能をカットしてやりたい。
聞いて、岡部。両方救うのは無理。そうでしょう。どうあがいたって、確率は二分の一なの。だが。だがじゃない。私の結論は変わらない。真由里を助けて。そう簡単に諦めろって言うのか、お前を見捨てろって言うのか、そんなのできるはずがないだろう。できるかできないかじゃない、あんたをやらなくちゃいけない、それしか道はない。ダメだ、お前は俺たちの大切な仲間だ。俺はお前も見捨てない。岡部。他に解決策があるの？ないんでしょ。私は真由里を犠牲にしてまで生きていたくない。もし真由里を助けなかったら、あんたを一生恨むから。お前はここにいるのに、こんなのあんまりだ。ごめん。ありがとう。私のためにそこまで苦しんでくれて。でも、もう十分。私は大丈夫だから。あとは、真由里のことだけ考えて。すまない。俺は真由里だけはどうしても救いたいから。お前を助けられない。さてと、先に帰る。帰るってどこへ？ラボに決まってるでしょ。服を乾かさないと。シャワーも浴びたいし。あんたはそこでずぶ濡れのまましばらく待ってて。わかった？わかった。
オカリンだ。どうした？ううん、なんとなく来てみたの。最近ね、オカリンと話す時間ちょっと減っちゃった。でもね、オカリンの重荷にはなりたくないんだ。もしかしてシャワー浴びてたの？オカリン、シャンプーのいい匂いがするね。やめんか。今日ね、コミマ行かなかったよ。なぜだ？オカリンのこと気になっちゃったのです。オカリンの辛そうな顔を思い出したらね、コミマを楽しんでなんかいられないなーって。だから有明まで行ったけど参加せずに帰ってきたの。そうか、悪かったな、心配かけて。最近ね、オカリンと話す時間ちょっと減っちゃった。だからね、マユシーは寂しくなっちゃったのかもしれないね。マユリ、もし俺がお前に隠し事をしてるって言ったらどう思う？実はオカリンとクリスちゃんは付き合っていますっていうびっくりなこと？なぜそうなる？でもね、オカリンとクリスちゃんはとっても仲がいいでしょ？二人はお似合いだと思うな。そんな話をしているんじゃないんだ。ああ、うん、全部話してほしいなんて思ってないよ。人質だからね、どっちかっていうと何にも教えてもらえないのが普通だもん。そんな話をしているんじゃないんだ。オカリンの重荷にはなりたくないよ。だからオカリンが言ってくれるまで待つの。昨日もそう言ったよ。一生言わないかもしれないぞ。それはね、とっても気になっちゃうけど、でもしょうがないかな。その隠していることがお前に関係していることでも。マユシーに？俺はお前を傷つけたくなくて話さないでいるんだ。そのせいでオカリンは辛い顔してるのかな。だったらね、話してほしいな。オカリンが辛そうなの見たくないもん。それでお前は傷ついてもいいっていうのか。昨日もさっきも言ったよ。
マユシーはオカリンの重荷になりたくないって。あのね、マユシーがおばあちゃんのことで苦しかった時、オカリンはマユシーを人質にしてくれたでしょ。だからね、もしオカリンが苦しい時はマユシーが力になってあげたいってずっと思ってたんだよ。マユシーなんかじゃちっとも役に立たないかもしれないけど。やっとマユシーは役に立てたよ。だからね、これ以上辛い顔しないでほしいな。わかった。ここに座るんだ。おやつ持ってきていい？お前は空気が読めないな。そうだね。じゃあどうぞ。これから話すことは全部事実だ。お前が見た夢とも関係している。そして俺はこの後お前のために仲間を犠牲にするつもりだ。え？オカリン？せいぜい後悔するがいい。この俺、狂気のマッドサイエンティストである法王院教魔が行ってきた恐るべき所業の数々を聞いてな。うぅすなわち、マキセ・クリスを生贄として、俺は新たなる世界へと旅立つのだ。以上が、この俺、法王院教魔が考えた壮大なる計画。その名も、メイドインヘブンである。なぜ、そんな顔をしている？オカリンも、クリスちゃんも苦しんでたんだね。なのにマユシーはのんきにコスを作ってた。こんなのバカみたいだよ。マユシーは何も知らなかった。お前が責任を感じる必要はないのだ。全てはこの俺による計画なのだからな。幻滅したか、マユリ。だが俺は、仲間を平気で犠牲にできる男。故にお前が、ベータ世界線に行きたくないと言っても、それを聞き入れるつもりはない。お前には俺の人質として、絶対に最後まで付き合ってもらうぞ。
世界に訪れる混沌、これこそがシュタインズゲートの選択なのだ。おい、どこ行く？クリスチャンに会いに行かなきゃ。ねえオカリン、クリスチャンに会いたいよ。お見送りご苦労。そのスーツケース、まさか。ん？ああ、そういうことよ。帰るのか、アメリカに。もともと8月の頭には帰る予定だったんだけど、どっかのマッドサイエンティストに捕まって予定より長めの滞在になっちゃった。もう私が手伝えることもないだろうし、後腐れなくって意味でもいいでしょ。マユリ？どうしたの？具合悪いの？ほら、マユリ。クリスちゃん！どうしたの？いきなり。マユシーはね、クリスチャンがいなくなるの、やだよ。マユシーのためなんかに、消えたりしないで。ね？マユリ、お前。マユシーだって、クリスチャンを犠牲にしてまで生きていたくないよ。それは許されない。俺はマユリを選んだのだ。マユリには救われる義務があるのだ。クリスはお前のために命を投げ出すという契約をこの俺と交わした。それを保護にすれば最悪がこの地を襲うだろ。クリスの思いを無駄にするな、マユリ。でも、でも。ありがとう、マユリ。でも、私はもう自分の中で結論を出したし、納得もしてるから。知ってる？あんたって、岡部にものすごい愛されてるって。え？何を言い出すのだ！事実でしょ？だから、マユリが死んだら、岡部はすごく悲しむ。岡部にそんな思いさせたくないでしょ。でもクリスチャンがいなくなったらマユシーは悲しいよ。そうね、会えなくなると寂しいかな。
でもどうせ私は生きてたってアメリカに帰るつもりだったわけだし、だから別の世界線に行っても私はアメリカにいるものだと思えばそう大した違いはない。そういう問題じゃないもん。クリスさんが消えちゃうのが嫌なんだもん。ねえやめよ。クリスさんが消えることないよ。これ以上私や岡部を困らせたらダメ。岡部、もう真由里の手を離しちゃダメよ。わかってる。それじゃあ私は行くから。もう二度と岡部の顔見なくて済むと思うと先生するわ。しないで。惨めになるだけだから。これは私が決めたことなの。真由里に何を言われたってもう揺るがない。さよなら真由里。約束よ。あんたは幸せになりなさい。お前が謝る必要はない。すべてはこの俺の決断だ。クリスには消えてもらう。俺はクリスを助けない。そして世界には俺が望む混沌が訪れるのだ。俺が許せないか、マユリ。ならば恨めばいい。だがそれでもお前には最後まで付き合ってもらう。俺はお前を救うためにクリスを見殺しにする。お前がどれだけ俺を恨もうと、俺の意見に反対しようと、もう後戻りするつもりはない。俺の野望は誰にも止められない。なってるわけないだろう。これは俺のエゴだ。俺がお前を助けたいだけだ。お前を失いたくないだけだ。
いつも見てた怖い夢も、そこに出てくるかっこいいオカリンも、きっと夢なんかじゃなかったんだね。ずっとマユシーを助けようとしてくれてたんだね。ねえオカリン、マユシーはね、お大好きだよ。オカリンがいてくれるから、マユシーは毎日笑っていられるんだよ。これからも、ずっと一緒にいていい？当たり前だ。そんなの、当たり前だろ。一緒にいてくれないと俺が嫌だ。うん、あのね、マユシーは幸せになるよ。クリスちゃんと約束したから。はあ、幸せにしてください。ああ。離さないでください。ああ、ずっと大好きでいさせてください。ああ。それではこれより、オペレーションベルダンディ最終フェーズを開始する。ダル、始めてくれ。いいんだな。ああ。オキドキ。オカリン、見つけた。マジであったぞ、これ。あったのか。俺が送った D メールが。しっかり残ってるよ。Thank you.
かり。大丈夫だ。エンターキーを押せばデータは消せるようになってる。その儀式はオカリンに譲るわ。勝利の時は来た。この俺はあらゆる陰謀にも屈せず、己の信念を貫き、ついにラグナロックを戦い抜いたのだ。この勝利のため、我が手足となって戦ってくれた仲間たちに感謝を。訪れるのは俺が望んだ世界なり。すべてはシュタインズゲートの選択である。エルプサイコングルー、世界は再構成される。なあ、マユリ。ん？何何？ラボメンナンバー004は誰だっけ？004？ オカリン、オカリン。ラボメンはね、オカリンとマユシーとダル君の3人しかいないよ。そうだな。このラボに4人目のラボメンだっていない。いなかったよ。おかわり、何か悲しいことがあったんだね。マユシーはね、オカリンの力になってあげたいよ。オカリン、泣かないで。マユリは、どこにも行かないでくれ。ずっと、そばにいてくれ。頼むよ。
ーシーはずっと一緒だよ。これまでみたいにずっと。おかりー なぜ泣く？ことでいちいち喜ぶな。あのね、
マユシーはオカリンの人質から恋人にクラスチェンジしたんだよね。いかにも。よかった、夢じゃないんだ。いいから、さっさとラボに行くぞ。こんな草厚いところに立っていたら日射病で死ぬ。でもね、ラボだってすっごく暑いよ。扇風機があるだけマシだ。それに喉が渇いた。ドクターペッパーで一服したい。マユリ、マユリ、マユリ、ここにいるよ。オカリン、暑いって言ってたでしょ。だからね、一緒に食べようと思って。驚かせるなよ。捕まっていろ。かき氷はラボまでお預けだ。路上で食べたら迷惑だろう。でもね、溶けちゃうんじゃないかな。しょうがないだろう。そっか、しょうがないよね。手をつないでたら食べられないもんね。離さないぞ。俺は絶対に離さないからな。マユシーだってね、離さないよ。ねえねえ、オカリン。あのね、起きているのに夢を見たことってある？夢？それは白チュームというやつか。そういう風に呼ぶの、オカリン物知りだね。あのね、それが誰だかわからないんだけど、マユシーにはとても大切なお友達がいた気がするの。何？その大切なお友達のことを考えるとね、すごく切なくなって、胸のあたりがキューってなるんだ。たまにね、声も聞こえるんだよ。声って。幸せになりなさいって。は？その人がそう言ってくれたからね。マユシーは今こうして、オカリンと一緒にいられるのかもしれないね。もし会えたら、ありがとうって言いたいな。その人、誰だったのかな？きっと、
神様だ。そっか、神様ありがとう。マユシーはとっても幸せです。